なの。着信がおかしくなったみたい。だってあなたから電話がないの。昨日は黙って帰ってごめんなさい。家のことで約束があってこっちに越してきたの。それで私この辺よくわからなくて、よかったら案内してもらえない？もし時間があればだけど。確かにね、いいことよ。私はユーモアのセンスない。人は食べないけど、長く付き合ってた人とは終わったばかりね。荷物一つで出てきたの。 DC にいたの。私の友達はみんな彼の友達でもあるし、向こうには思い出が多すぎて。大計画ね。私覚えてない？当たり前ね、昔だもん。アンフレーザーよ、目玉付きの。もう嫌だ。よそ者ってこの辺りだとちょっとエキゾチックよ。でもエキゾチックだわ。ダニー、あなたはいろんな経験をしてきたんでしょ。来て。何してるの？パーティーが始まる。ハッピーニューイヤー。この辺の伝統よ。会いたいわ。あなたってよくわからない人だけど、一緒にいて幸せならそれでいいんだって自分に言い聞かせてるの。今頃あなたのこと何も知らないって気がついた。行き先も何をしてるかも知らないわ。あなたには別の人生がある。じゃあ何なのよ。ねえ、一体何？私に何を隠してるの？何かご用？今更？それであなたは何？一体何の話なの？ウェイン・ランダルのことだったら全部話した。ずっと昔のことだからもう忘れたい。そんな写真見る気ないから。刑事さん、巡査部長、失礼。私当時のことは後悔してるの。当時のことを一生抱えて生きていくのは当然の罰。でも今まで耐えられたのは新しい生活を切り開けたからなの。わかるけど私は解決できない。知ってることは何もかも話したの。だからもう帰って、私に構わないで。ああ、実はお腹に子供がいてね。予定日は4月なんですけど、取りすぎちゃって。ありがとう。嘘でも嬉しい。正直なんでできたかわからなくて。付き合ってた時はまだ2人とも子供だったし、私が振られたのは17の時よね。なんかおかしかったわよね。アンディ、私にプロポーズしたんですよ。大学に入る直前でした。ひざまずいて真剣にプロポーズしたんです、校庭の真ん中で。私がまだ若すぎるって答えたら、アンディがじゃあ別れるって。私がイエスと言ってたらって考える？ウェセックスさん、人間の生態構造は宇宙で最も複雑なんです。一度ラットの実験に成功したぐらいで人体に応用するわけにはいきません。フランケンシュタインなら作り話です。子供たちが怖がる類の。彼は消えました。なぜでしょう。本当に人間を生き返らせたのであれば、その技術で人の命や体を救えます。広げたはずです。少なくとも実験の記録はどこかに残っているはずです。デッサンとかメモ書きでも存在します。ですがその話ならもう200年以上経ってます。被験者の骨は残っていてもボロボロです。マリアナ、何があったの？大統領の放映と関係が？屋上に逃げなかったバウアー、突入された時屋上に逃げればそこから周囲の建物に飛び移っていくらでも逃げ切れたはずなんです。どうしても説明がつきません。4年間監視網にかからなかった、ただの不注意で捕まるとは思えません。何か狙いがある。プラハ警察のバウアーに関するメッセージ、ヘッダーを見て、ここだけ時刻のデータが他とずれてる。その通り。誰が仕込んだか調べないと。カフェの防犯カメラはもうチェックした。バウアーの潜伏場所まで3ブロック。情報を仕込んだのはこちらの通信手順とバウアーの居所を知っていたもの。ええ、一人しか思いつかない。おそらく仕込んだのはバウアー自身よ。遺体の損傷が激しかったからよ。報告書は17回も読んだ。いいえ、脚本賞よ。監督賞をあげたかったけど、あげられなかった人への賞ね。どうやってそこへ入ったのかわからない。鍵がかかってたし、彼も鍵を持ってなかった。ここへ来たのが無駄足だったと思わないで。私の番号よ。あれはちょうどニューヨークでの生活にうんざりしてた時だった。その頃私にはお金もなかった。ロサンゼルスでの暮らしを諦めてこっちに越してきたの。お金持ちの家で留守番をしたりしてた。収入も住む家もない生活よ。その後弁護士事務所で電話番をしてたんだけど、嫌な上司からの誘いを断ったらクビになってしまったの。来たわね。どうぞ座って。座っていいのは許可した時だけよ。それで前のお宅では成功したの？どこも大変ね。でうちは2カ所目。よかった。前の子は初めてでバカな犬みたいにしつけに苦労したの。ルールは分かってるわね。奥様はやめて。女中のつもり？珍しい。顔を出すなんて。新しい子よ。なるべく私の目に触れないで。
わかった。ウォーターフォード夫人よ。死が分かつまで彼は私の夫。妙な気は起こさないで。やられたらやり返すのが私のやり方だから。ローリー、ただいま。いいもの買ってきたわよ。ローリー、宿題少しは片付けた？えらい。見て、ハロウィンのコスチュームよ。どっちがいい？海賊、それかフランケンシュタイン。肌が緑の怪物。女の子を湖に投げ込んじゃった。知らない？じゃあ海賊にしましょう。ああ、あなたお帰りなさい。荷物？ちょっと、ここはもうあなたの家じゃない。いないわよ。それが何？ただのゲームでしょ。あの子はああやって父親を理解しようとしてるのよ。このやりとり何回目？ねえ、勝手にうちの。とりあえず一人で考える時間はたっぷりあるだろうから、どう埋め合わせするかじっくり考えられるんじゃない？もうこっちに向かってるのよね。そうね、まあなんとか。二人ともパパからスピーカーにする。今の音何？じゃあ起きて待ってる。どうかな、うまくいけばね。ああそうだ、卵を忘れた。ほらマディ、ベッドでは靴脱いで。そうだ、パジャマを出しておいたから、二人ともそろそろ着替えてもいいんじゃないかな。着替えたら下に来てね。にも闇はいないよ。変なこと言わないで。お日様がキラキラしてるし、闇なんているわけない。でもカラスは笑って言いました。